はい、やってまいりました。富山県庁前でございます。ただいますごい雨が降っております。なのでちょいとびちゃびちゃになりつつという感じですけども、ぼっちです。ぼっちです。お昼休み中、いらっしゃいませ。ただいま県庁前にて、かすかな望みを胸に待っておりますが、ぼっちです。この後ろに見えるのがね、富山県庁らしいです。で、隣にまた県警があるというのはいつものパターンですね。で、僕のちょうど後ろ側に、噴水広場があると。で、今お昼休みなんでしょうかね。続々と職員の方々がお昼ご飯を食べに出かけていくというような状況になっております。銀狐さん、お疲れ様です。豪雨です。豪雨というかね、すごい雨です。なので、まあこの中でね、さあ次の行き先をね決めるという感じで、もうちょっと待ってみましょうか。もうちょっとだけ、大粒の雨っぽいのがバッタバッタと。で、今ね、このね、三脚の上に傘さしてます。なので iPhone は濡れない状態で、僕も一個ね、傘持ってますんで、大丈夫です。こんな感じですね。今日はお送りしてみようかなというふうに思ってます。これもちょっと下向けようかな。こんなもんかな。このぐらいの位置で行こうかな。誰も来なかったですね。そりゃそうだよね。だってさ、この雨でしょ。昨日から雨風がすごいんだから、なかなかね、来れるようなとこじゃありませんよ。なので、そろそろ収録しますか。やりますか。じゃあ行きますか。悲しい。これすげえ悲しい。こんなに悲しいもんだと思わなかったよ。じゃあ職員がね、いっぱいね、お昼休みに出てくる中、ちょっとビデオの撮影をしてみたいと思います。ナムさん、ナムナムって。じゃあやります。録画します。ちょっと待ってね。こんにちは、あぎまじんです。やってまいりました、富山県庁です。ただね、今日ね、ものすごい雨なんですよ。ほんで、昨日も雨と風がね、すごくって、いやー、これはね、今日、ぼっちになっちゃうかなと。さすがにこれでね、リアトツは少ないんじゃないかなと。それでね、富山入るときに、いろんな方にお世話になったんですけども、そのね、主要でコメントしてくれてた方々がですね、今日お仕事ということで、来れないかもという形なので、今、12時を過ぎたとなんですが、まだ、誰もいらっしゃいません。そして、ちょうど12時ぐらいなんで、お昼ぐらいだから、県庁の職員がね、いっぱいこう、お昼ご飯に出てるわけですよ。ちょっともう、このおっさん何やってんだと、いうような感じで見られてますけども、さあ、もうちょっと待つかいこれ。いや、でもなぁ、もう今ですね、現在時刻が、12時10分。これは、初の、この、濡れないように、ビニール袋にできた、くじを自分で引くということがですね、かなり濃厚になってきました。初ですね、自分で引くのはね、今までの旅の中で、初めてと。という形で、前回千葉の時あんなに来たで、あんなに来てこう、嬉しかったんですけどね。いや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 。ぼっちですよ。なんか後ろからこう誰か来たりとかしないかな。まるっきり誰も来る気配ありませんけど、本当、千葉とのギャップがね、すごいっす。もう本当に人生ギリギリ状態で。もう僕ちゃんは、崖っぷちです、崖っぷち。
来ねえかな、来ねえかな、ぼっち。あと5分だけ待ってますか。寂しいね、寂しさに負けた、いいえ世間に負けた。ここあんまり立ってるとさ、県警からお前さん来ちゃうかもしれないから、よっしゃ、救世主さん誰か来て、これ自分でね引いて、鹿児島なとか遠いところ、あでも次は次回は東京出発だからね、まあ鹿児島でも行けちゃうか。富山県の人はよく分かってらっしゃるって。おい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 、これ何、わざとぼっちにしてやろうと、寂しくしてやろうという感じですか。やめてやめて、そんなのマジか。これはね、本当に誰も来ない、誰か向かってる人いないか。じゃあやりますか。やりますか。テレレテレテテ、さあね、ここの中に入ってますよ、ちゃんといつもの箱がね、どこも抜いてませんから。前回ね、千葉県庁のとこで、クランキーさんがねきちんと監査をしましたけども、その通りどこも抜いておりません。ちゃんと全部残りの件入っております。だんだん箱が潰れてきたのが気になるんだけどね、次回はちょっと新しい箱にしようかね。ではでは行きますか、ぼっちでございます。では皆さん、用意はいいですか、用意はいいですか。じゃ行きますよ、よくかき混ぜて、かき混ぜてかき混ぜて、さてさて、どこが来るか。じゃあ僕が引きます。じゃあこれ、てってれー、さあどこ、おお来た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 、次次回東京出発、大阪来ました。大阪、大阪に行ってみたいと思います。あら、やっと来ましたね、大阪。だからまあ東京からだとそんなに遠い距離じゃないので、行きますか。次回は、東京に一旦帰ってですね、ちょっと仕事をして、それからまたたまこにお願いしてお小遣いもらって大阪行きますよ。皆さん、これ大阪は派手なことになるでしょ、暑いからね関西勢。なので大阪行ってみたいと思います。いや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 、ちょっとこれね、大阪、前回ね千葉に向かう途中にね、大阪勢がね2回もリアトツしてくれたりとか、ビールの差し入れくれたりとか、かなり関西勢暑かったですから、これは楽しみですね。ということでですね、次回は大阪へ行きます。ということで、ここ富山県庁からお送りしました。ちょっとね、寂しい感じはあったんだけど、出た目が大阪でちょっとワクワク感も出てきました。初めてのぼっちくじ逃げでした。悲しすぎる。ではまた。はい、編集点入れました。いやなんかね、ちょっと、あ、ウェブ、ちょっと悲しい感じはあったけど、結果往来だね。さあ、行きますか。白雪さん、大阪ですよ。出ちゃいましたよ、とうとう。初めての食い引き、おめでとうございますって。いやいやいや、やっぱり誰かに引いてほしいよね。せめて。悲しいけど。富山県庁から、じゃあ一旦ですね、放送終了してちょっと車の中へ戻りますんで、そこからまた放送再開してみたいと思います。ではぼっちざまーとか言われてる。
ぼっち様とかねえ。さあじゃあここで県庁は終わりです。じゃあ皆さん最後にね、ザマーと書き込んでおいてください。ぼっちザマーと派手に書き込んで終わりますか。はい、どうぞ。ぼっちザマーというところでですね、私泣きながら車に帰りたいと思います。あ、ももちゃんまでぼっちザマーとか、ノエルさんまでぼっちザマーとか。めっちゃめっちゃメンタルがこうやられるというよりは楽しいね。ということでまた車からお送りします。じゃあ東京に帰ろう。糸様ぼっち様。ではまたお会いしましょう。バイバイ。